はい、ということで、今回、始まりました、ステークテクノロジーの渡辺壮太さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。こちらこそ。もうこの Web3 の日本、トライする日本人の中で、まあ、一番今うまくいってるというか、一番話題の人であるのは間違いないと思うんで、まあ、その起業家としてのチャレンジの軌跡を今日は聞いていきたいなということで、で、うちのその、まあ、このポッドキャストとか YouTube っていうのは、必ずしもその Web3 のその、クロート的な人ばっかりでは全然ないので、まあ、インターネットビジネスとか、まあ、企業スタートに興味ある方多いと思うんですけど、まあ、なるべくこう、平易な言葉で、こう、いろんな奇跡とか、こういうものが立ち上がってるのが、まあ、それこそ、まあ、3年前ぐらいにスタートした感じでしたよね、その、こういうのが。はい。だから、まあ、比較的全然短い期間で駆け上がってるっていうこととか、そもそもステークテクノロジーとか渡辺くんって何なんだみたいな人も多いと思うので、まあ、そういうのを、引っ張っていくような、会にしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ最初に、いわゆるこう、会社とかプロジェクトの事業紹介をちょっとまあ簡単めにしてもらって、で、まあその後、話聞いていきたいかなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、木下さん、今日はありがとうございます。渡辺壮太です。今、ステークテクノロジーズという会社をシンガポールでやってまして、アスターネットワークという日本初のパブリックブロックチェーンを作っています。で、ブロックチェーンって今のインターネットと違ってこう繋がってないんですよね。で、インターネットって昔、例えばバークレーのネットワークがあって、日本の大企業ネットワークがあってとか、今目覚ましが鳴ったんですけれども、あってとかだと思うんですけども、昔は繋がってなかったと。で、メッセージを送ろうとしたらそれこそ1日とかなんかかかるみたいな、ビーガラ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 みたいな状態だと思うんですけど、今こうほぼリアルタイムにコミュニケーションできてると。で、ブロックチェーンが今後インターネットのこのコアコンポーネントになっていくのであれば、ブロックチェーンっていうのは今後つながっていかないといけないと思ってるんですね。で、ビットコインはビットコイン、イーサリアムはイーサリアム、なんかチェーン、他のチェーンは他のチェーンみたいな、今多分数百個あるんですけど、全部つながってないと。で、これをつなげるのが多分次のフェーズ、2022年とかで大事になることで、そこのつなぐプロトコルとして、アスターネットワークっていうものを、まあ、ポルカドットっていうエコシステムの中で作ってます。うん、いや、まあ、この、なんていうんだろう、今回は結構こうどういう、なんかこう、経歴でというか、形でこうやってきたの掘りたいは掘りたいんですけど、はい、そのポルカドットっていうのは結構こう大きい一つのキーワードだと思うんで、なんかそのポルカドット、先にちょっとそのポルカドットっていうものが何なのかとか、そういうものと巡り合ったタイミングのことを先にちょっとお話しいただいてもいいですか？そうですね、はい。ポルカドットのビジョンは Web3 を実現するっていうところで、ギャビン・ウッドっていう元イーサリアムの CTO ですね、がこのポルカドットっていうものを作り始めてます。で、Web3 っていう言葉は、まあ、このブロックチェーンとかクリプトの業界で、このギャビン・ウッドが作った言葉っていうふうになっていて、で、彼のビジョンはこうブロックチェーンを、まあ、既存のこのウェブっていうもののコアインフラにしていくというものなんですね。で、ポルカドットっていうのは2015年くらいにホワイトペーパーが出されて、20年とか19年くらいローンチしてるんですけれども、異なるブロックチェーンを接続するためのプロトコルですね。じゃあ何がアスターとポルカドットで違うのかっていうと、ポルカドットは異なるブロックチェーンをつなぐんですけど、ポルカドットに準拠した規格のブロックチェーンじゃないとつながらないんですね。で、そこに我々アスターは準拠しているのでつなぐと。でも、イーサリアムとか他のチェーンはこの規格に準拠しないのでつなげないんですね、直接。なんで、ポルカドットに我々がつないで、他のイーサリアムとかビットコインも我々がこうつなぐと、我々のブロックチェーンの上で結構新しいイノベーティブなユースケースができると。例えばビットコインで NFT を購入したりとか、今のイーサリアムでしか買えないもののが通常だということなんですね。そうです。今、あとイーサリアム系のトークンしかこうスワップできないんですね。そのイーサリアム上のアプリケーションは。我々の上で作ると、こう、つないでるので、いろんなチェーンを。なんか、ビットコインとイーサリアム上の、トークンが交換できるとか。なんかそういう新しい世界観を作りたいなっていうふうに思ってます。なるほどね。なんか、まあ、僕が今、ちゃんとこう、この、なんて言うんだろう、こう、渡辺くんにこういう話を聞いたのは当然初なんですけど、まあ、例えばアメリカと日本での、お金の流れってのはできているけれども、じゃあ日本の中でじゃあなんかペイペイにお金が動いていたりとか、じゃあスイカにお金が流れたりとか、そういうそのいろんな携帯でお金を使うときに、すべてがその繋がってるわけじゃなくて、そういうエコシステムを一つ一つ繋いでるとか作っているっていうような
ことだったりしますかね。そうです、そうです、おっしゃる通りで、そのグローバルで見ると、じゃあ例えばアメリカでペイペイ使えるかというと使えないじゃないですか。ですね、アメリカでなんか日本のサービスが使えるかって使えないじゃないですか。経が閉じちゃってるんですよね、エコシステムが。ペイペイ日本ですごい使えるけど、じゃあ一歩日本でると使えなくなるみたいな。で、我々がやりたいのは、まさにそういうビザみたいなサービスを作ることですね。でビザってクレジットカードを1個持ってれば、どこでも使えるじゃないですか、基本的にグローバルで。で、アメリカでビザで決済すれば、日本の銀行から引き落とされるじゃないですか。でそういうこのクロスチェーンというか、クロス、なんでしょう、エコシステムをこう横断したサービスがまだ全然ないんで、その PayPay を作りたいっていうよりかは、まあ、ビザみたいなものを作りたいって感じですね。そうですね。はい、わかりました。まあ、こういった、非常にその、まあ、今世界で最先端を走っていると言える、そのさっきのポルカドットっていうのが、それこそ、時価総額でいうと、その暗号通貨で何番ぐらいでしたっけ、今。4兆とか5兆とか、うん、今はまだベータバージョンなんですけど、実は今9番目とかですね、はい、多分来年はもっといくんじゃないかなとは思ってます。そうですよね。で、その中での、今3番目のプロジェクトですね、その規模として。世界の、まあ、トップ3には入ってると思います。はい、っていう、まあ、まあ、成し遂げている日本人ということで、今回、まあ、出ていただいてありがたいなというふうに思ってるんですが、で、年齢で言うと今26ですね。6歳。まあ、これがまた若い。でも、さっきのギャビンウッドとかで年齢いくつぐらいですか？ギャビンの年齢は不詳なんですけど、多分40近くだと思うんです、ね。彼は結構いってですね。でも、その、はい、こういう Web3 のプロダクトやってる人って結構20代とか多いですよね。ビタリックがイーサリアム作った人が27ですね。はい、そうですよね。25から30までの人が多いですね、ファウンダーはみんな。うん、これが結構なんかゴールデンエイジなんだと思います。はいはい。だから、第2世代で22とか3とか21とかが出てきてるようなタイミングですね、今。だからまあ僕は比較的ネット領域のスタートアップにここ10年ぐらい日本でベンチャー投資してきましたけど、今最近まあ、メルカリ以降、そのエコシステムが発展したが、なんかシリアルアントレプレーナーの時代だみたいになってるのは、それぞれダメだと思ってまして、そうなんですね、ここにこう、まあ、20代、その20代半ばで、まあ、ある意味成功をつかんでたりとか、世界的なプロジェクトを走ってる人ってのは、まあ、いるんだぞっていうのは会にまあしたいなっていうので、まあ、今日は。僕はまだでも成功したと思ってないんで、はい、もっとやっぱりもっともっともっと上を目指していきたいなとは思ってますね。わかりました。あと、それで言うと、インターネットって僕すごい好きなんですけど、はい、結構若者やるの難しくないですか、そのビジネスとして。まあ、結構やり尽くされてる感が、まあ、すいません、旗から見てるんですよね、はい、あったりとか、やっぱりシリアルじゃないとこじ開けられない領域っていうのはすごいあると思ってて、でもクリプトとか Web3 って、まあ、ブロックチェーンそれ自体が10年前とかから始まったやつなんで、みんな1回目なんですよ、基本的に。で、なんで分からないこともあれば、こう、市場がどんどん拡大していくので、なんかそっちの方が新しいチャンスというか、なんかクリプトだからできること、若者にとってはすごいチャンスだと思いますね。やっぱり日本のクリプトのプロジェクトでも、海外のクリプトの、まあ、例えばメタマスク一つ取ったって、なんか、まあ、使いやすいと思う人はあんまりいないですよ、ね。そうですね、そうですね。はい、だからそれがすごい、なんか一つ一つチャンスに感じていたりとか、すると思うんで。なんかそういうマーケットってよくて、でもまあ今日本のSaaSとかとどれだけ使いやすいか勝負とかになってくるんで、うん、そうするともう習熟したエンジニアのもう世界線になっちゃうんで、うん、なんか事業アイデアとかそういうところよりも、もう本当になんかこうちゃんとやるっていうことだけにこうフォーカスされるんで、なんか新しい会社だったらまさにその厳しいマーケットになっているのはまあ間違いなくて、だそういう中でいくと、この Web3 っていうのを見て、日本では本当2021年のこの11月12月になんか急にこう話題になってきた感じになっていて、はい、まあ、そこを先行して、まあ、先行してると言っても3年前からだから、はい、これから別に30年50年続く波と取ると、今からでも、まあ、1年後でも3年後でもスタートしても遅くないということだと思っているので、うん、そんな感じに捉えてますね。はい、そうですね。で、もういくらでもこうステークテクノロジーとかアスタのことを聞きたいんですけど、まあ、今回は主にこう、まあ、キャリアとかそういうところも聞きたいんで、まあ、渡辺さんはどうしてこういうプロフィーに至ったのかっていうことはすごい聞いていきたいなと思っていて、で、まずはなんか東京育ちでいらっしゃるんですよね。そうですね。まあ、神奈川、まあ、横浜育ちなんでほとんど東京です。で、高校から東京ですね。あと大学も、まあ、慶応なんで神奈川と東京みたいな感じです、ね。うん、このまずその割とグローバルにやろうみたいなオリジンっていうのはなんかどこでできたっていうタイミングありますか？
そうですね。僕、大学受験に失敗していて、で、東大に現役と浪人落ちた組なんですけど、で、その時にやっぱり、大学入った時って基本的にみんなやりたいことって迷うと思うんですよ、結構。それまでその大学受験が結構その目標になっちゃうんで、で、この後僕は何やろうかなって考えた時に、やっぱり、世界見てみないと始まんないなと思って、インドとかロシアとか中国とかで、まあ、現地の NPO とかでインターンさせてもらったりしてたんですけど、で、そうすると結構、日本っていう国がすごい特殊だってことに気づくんですよね。それこそ単一民族だし、ほとんど単一民族だし、所得も比較的高いですし、あとなんか経済が全然成長してないとかっていうのも結構特殊だと思うんですけど、そういうのを見て、グローバルでやっぱり活躍できる人間になりたいなっていうふうには思って、で、今、じゃあ、世界で影響力がある人、トップ10をなんか上げてくださいって言ったら、で、基本的にみんな、政治家か IT 企業家になると思うんですよ。なんかイーロン・マスクとか、ザッカーバーグとかがこう始まってしまった、トランプとか、ジョー・バイデンみたいな。政治家は日本人なんで、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。ちょっと60年だとかかるんで、あ、これはきついなと思っ30て、代でね、首長にはなれないですよね。現実的に。なので、じゃあ IT 企業家だなっていうふうに思って、じゃあここから来る技術に貼った方がいいだろうと思ってて、今多分トップ10の人たちって、みんな多分インターネット系なんですよね、基本的に。だと思うんですよ。なぜかというと、このインターネットが来たタイミングでしっかりインターネットやってたからと思ってて、で、今からじゃあ同じことしても彼らのフェーズにはいけないと思うんですよね、そのタイミングの問題なんで。じゃあ、ここから来るもの何かなって探したときに AI かブロックチェーンで、僕は技術としてブロックチェーンの方が思想的に好きなので、ブロックチェーンに入って、で、シリコンバレーのに行って、向こうの現地の会社でハイアリングされて、その後それを辞めて日本で起業したって感じですね。なんですね。これ大学3年生の時にそのシリコンバレーに、まあ、これは留学というか、インターンをしようとか、チャレンジするために行ったというふうに聞いてるんですけど、そうもうですこね。の時はもうすでにブロックチェーンになっていたのか、この現地に行ったことによって、このブラックチェーンの道が開けたんですか、どっちですか。あ、現地に行って確証になりました。なるほど。その前から概念とかには興味もあったし、調べていたわかりと。ました。ワイヤドって本があるじゃないですか、確か。あれの2016年かな、の26番、バージョン25か6番がブロックチェーン特集だったんですよ。その頃考えたら、なんかそれを書けるワイヤドさんすごいなと思ったんですけど、ブロックチェーンは世界を変えるっていうなんか雑誌だったんですね。で、それをこう眺めてたら、いや、本当にこれだなと思って、結構すごいワクワクしたんですよね、その技術自体。で、そこで、ブロックチェーンすごいいいなと思って入ったんですけど、確証を持ったのはサンフランシスコとかでですね、シリコンバレー。その時って、その2018年の頃ですよね。で、もうなんか、いわゆるこうスタートアップイベントってのは、なんかアメリカ行くとすごいもうブンブンやってる印象が、ピザパーティーみたいなやってる印象があるんですけど、そのブロックチェーンイベントみたいなところもすごい多かったんですか？多かったですね。当時、ビットコインが、確か7万円とかの時にアメリカに行って、で、当時そこのいる間に200万とかまで行ったんですよ。で、オールタイムスハイって一番高値を更新したんですけど、その当時の。で、みんなブロックチェーンとかクリプトとかやってましたね。まあ、そこって今で言うバブルなんですけど、その時にちょうどアメリカにいることができて、なんか新しいプロジェクトのピッチとかそういうのを、年間200回くらいにいたって言ってました。ピザと飲み物を食べたり飲んだりするために行ってましたね。お金がこなれくて。はほとんどブロックチェーンとかに近い領域で行ってたんですか？それともスタートアップ全般で最初といかや、含ブロックチェーンが多かったです、やっぱり。でブも、たロッだ、クチェーンだけで年200イベントがあることがすごいですね、アメリカやっぱり。でも、やっぱり他のスタートアップのピッチセッションとか、プロジェクトマネジメントのセッションとかも全然行きました。なんで、200ブロックチェーンだけじゃないです。なるほど。そうなんですよね。そういう時にアメリカに入れたのは結構良かったかなと思います。そのこれ後には、別大があるんですけどね。留学っていうか、アメリカに行って、なんか仲間がいて、なんか一緒にこう、なんかこの辺のイベント一緒に行こうとかみたいな感じなのか、なんかもういろんなところに単身取り込んだのはどっちですか？基本的に単身ですね。なんで結構やっぱり
まあ辛い思いではないですけど、結構失敗とかうまくコミュニケーションできなかったりとか、あの 100% 日本人なん で、うん、でそんな当時英語が堪能だったわけではないんで結構大変でしたね。なるほど。じゃあそういうの分かんないながらももうここの可能性ったらなんかすごいなっていうのを思いながら、はい、胸に秘めながら、はい、あの動き回っていたっていうことになるんですね。まあ、あとなんか失うものなんもないなと思ったんで、あの、まあ、ワンチャン日本帰れば全然なんかみんな一生会わないしなこいつらとみたいな多分。なるほどね。まあ確かに海外の開放感みたいなのってありますよね。そうですそうですそうです。もうそれもやけくそで行きまくってましたね。ちなみにこの時点で結構行動力すごいし、テクノロジーにもまあ一定気づいてると思うんで、なんかなかなかこう得難いそのまあ才能のエッセンス持ってる気がするんですけど、なんかそこはこう渡辺君にとっては普通だったとか、なんかこう後押ししてくれる体験とかがあったなって思うんですか？いやー、それで言うと、結構僕はあんまりその才能恵まれてる方じゃないと思ってて、その誰にもできることは多分誰にもできないくらいやるっていうことがすごい大事かなと思ってますね。でもミートアップ行くとかも別に、まあ、それ意思の問題じゃないですか。いや、おっしゃる通り。うん、じゃプログラミングでそのめちゃくちゃ頭が良くてこうコード書けますとかの話じゃなくて、うん、ミートアップ行くか行かないかってもうマインドの問題なんで、その人がじゃあなんか行かないところに行ったりとか、まあその危険な意味ではなくてとか、あと僕あの向こうの会社で働くチケットもらったんですけど、それの時にあの Google でググって、スプレッドシートにこうサンフランシスコのブロックチェーンの会社こうガーって並べて、イメールアドレスガーって並べて100件くらいメールしてるんですよね。それでたまたま帰ってきたのが僕のすごい行きたかったところで、行けてみたいな。その100件メール送るって多分誰でもできるじゃないですか。でもそれを実際にやる人が少ないのでっていう話だけだと思ってて、はい、なんで誰にもできること誰にもできないくらいやればなんかそれが差別化要因になるっていうのは結構あると思いますね。そのやり取りの瞬間にその学習していけますしね。そうですそうですそうです。分かんないながらメール送ってたんだけど、なんか何回か質問されたら、あれなんかこういうことかみたいな。そうですそうですなってことですよね。いやだからスタートアップのその僕の投資のピッチとかも基本的に海外の投資家で英語なんですけど、めっちゃ僕も最初の方が下手なんですけど、はい、30、40繰り返すと来る質問分かるんで、めっちゃ上手くなりますよ。なるほどね。あ、もう、あの、そこの QA が溜まってくるから、即時的に答えられるようになってっていうのを、まあ、とにかく繰り返す。そうです。僕は結構、その、まあ、こう、物事を深く考えて行動するっていうよりかは、とりあえず行動してみて、そこからインサイトを取っていく人なので、うん、性格的にも。とりあえずやってみるっていうのは重要だと思いますね。で、このアメリカに行ってきましたっていうのは大学3年生で、2018年ぐらいですね。で、19年のまあ末ぐらいに実際その、そこから1年ぐらいですかね、その会社を作るっていうのが、はい、あの日本でまず会社を作ったと思うんですけど、はい、これがステークテクノロジーっていう会社なんですね。そうです。で、この時はなんかこう、まあ、それでも、おそらくそのかなりこう、いわゆるこう、インサイトがあったと思うんですけれども、そのこの時なんか決めてたこととかってあるんですか？例えばどういう、まあ最初のメンバーはどういうふうにしたとか、あとはその、はい、今のポルカドットでみたいなのも決まってたのか決まってなかったのかとか。はい。決まってなかったですね、それで言うと。決まってたことは何ですか？いや、もう唯一決まってたのは、もう一つだけで、デイワンからグローバルでやるっていう、はい、もうそれだけです。おお、最高っすね。それだけです。本当にそれだけです。びっくりするほどそれだけですね。で、当時 CTO2 人だったんですけど、やっぱり、パブリックブロックチェーンってグローバルムーブメントだし、そもそもやっぱりシリコンバレーとか行くと、あそこで面白いのが、アメリカっていう国にありながら、アメリカを良くしたいと思ってシリコンバレーでスタートアップやってるチームって本当に少ないんですね。うん、僕の会った中でほとんどいない。なるほど。で、彼らのこの一人称とかが基本的に世界なんですよ。最初から。だからあそこまでスケールするし、やれる戦略も変わってくるし、取れるリスクの共有度も変わってくるなと思って、僕も、まあ、大学を卒業しなくちゃいけなかったので、日本にいたんですけど、ブロックチェーンだし、最初からグローバルでやるっていうのは、もう結構固く、決めてましたね。なんで、社員の3人目に、日本語喋れない、ロシア人のすごい激強エンジニアをあえて入れて、そこからもう基本的にみんな公用語が英語になるっていう、なぜなら日本語喋れないからみたいな。それは、日本にいた人なんですか？それとももうあのオンラインとかでもうコミュニケーション、オンラインで最初コンタクトもらって、なんか日本に住みたいっていうロシア人の方で、でその人が今結構コアなエンジニアなんですけど、あのコンタクトもらってロシアから日本に移住してきましたね。すごいですね。それはどうやってつながったんですか？
それはポルカドットっていうエコシステムの中で我々が当時から頑張ってやってたんで、向こうからコンタクトもらってみたいな感じですね。なるほどね。あ、じゃあポルカドットとのなんかリレーションみたいなところは、まあその設立時ももうちょっとあったんですか？はい、ありましたね。それはなんかそことなんかこう話してたこととか、何かこうインサイトを得ていたこと、当時時点で言うと何かありますか？それで言うと、一時情報を得るのがすごい重要だと思ってたんで、うん、とりあえずスイスとドイツに行ったんですよ。うん、スイスに行って、そのファウンデーションオフィスに、こう、こんにちはみたいな感じで訪ねて行って、あの中で、まあ、優しいんでみんな。ポルカドットのファウンデーションがスイス。そうです。ドイツは？ドイツは、その開発部隊のオフィスですね。おに行って、こう、関係地を築いていってみたいな。当時、でも、ポルカドットがローンチしてないんで、トークンが上場しなかったんですよ。そうすると、そこに集まってくる人たちって、その、お金じゃなくて、その技術とかビジョンにこう惹かれて集まってくる人たちなんですよね。まあ、上場しないし、価値ついてないんで。なんで、そういう人たちと早めの段階からコミュニケーション取れたのは大きかったですね。なるほど。じゃあ、そこで、まあ、どういうことが行われるのかとか、まあ、そういう、みんな思想感とかを語れるような場があったっていうことになるんですか？はい。で、このやってることは間違ってないなみたいなのを、まあ、グローバルで確認できたのは結構嬉しかったですね。最初にポルカドットのその中の人になんか突撃でじゃあ会いに行っていいですかみたいな感じだったのか、なんかちょっと薄くつながりがあったんですか？あ、それで言うと、あのなんか、まあ、スラックみたいなのがあるんですよ、ね、ツールで。で、そこに、まあ、基本的にエコシステムのメンバーとか、まあ、誰でも参加できるんですけど、そこでなんかこういろいろ発言してたら、なんかこうファウンデーションのメンバーとかこう返信してくれるじゃないですか。で今度僕あのスイス行くんだけど会ってくんないみたいな感じでこうメッセージするっていう。なるほど。まあでも行きますって、それも日本から行きますとか言ったらまあ会ってくれますよね、なんか誰かしら。僕も逆のことされたらいますもん。あ、そうっすよね。スイスから行きますって言われたらさすがに時間取りますよね。はい、さすがに失礼でしょ、大変となる。なるほどね。じゃあそれで、じゃあポルカドットの、まあ、何らかエコシステムの中でチャンスがあるんじゃないかっていうのはあって、デイワンからグローバルやろうっていうところは決めていたっていうことで。そうですね。で、さっきのように、その、アメリカの人たちは、その、まあ、アメリカのためにじゃなくて、世界のために。で、それ僕、さっき言おうと思ったんですけど、やっぱりその、僕、日本人で日本人投資家に、投資をしてるのがメインで、アメリカでチャレンジしてる人とか、世界にチャレンジしてる人には一部投資してますけれども、やっぱりこう、日本人なんとかしたいになりすぎてるっていうのが、なんか多分日本人 VC の一つのなんかこう、ちょっと目線が低くかもしれないポイントで、で、これは僕大事だと思ってるし、役割だと思ってるんですけど、世界を良くしたい中で日本人がやっぱりいいって言ってるわけではないと思ってるんです、普段。だから、なんかそのぐらいやっぱりこう、まず世界を良くするために、でも日本人がやれることは何なんだとか、チャンスがあるやり方は何なんだとかっていう、なんか僕はすごいこの、渡君の言ってたことに引き上げられた気持ちがあって、すごい良かったなと。あ、良かったです。いやでも僕もすごい日本人としての誇りが結構高いんですよ。ナショナリズム高いんですよね。で、日本人としてグローバルで勝ちたいっていうのはすごいありますね。で、シリコンバリーって思ったのが、インド人クソ多いんですよ。多いっすね。なんでかって言ったら、いや、Google の社長もインド人だし、Microsoft の社長もインド人だし、最近 Twitter の社長もインド人だったし、そうですね。はい、いや、結構そのこうロールモデルって重要だなと思って、そういう人たちがインド人でこう派閥作ってたら、インドからみんな来ますもんね。うん。で、日本だとまだそこがないなと思っていて、やっぱりグローバルでしっかりチャレンジして、グローバルで勝つっていう実績を作らないと、もっともっと日本の人たちが外に行かないと思うん で、外に行くのすごい重要だと思うんですよ、経済的にも。国内のマーケットがもう、これもうシンクしちゃうんで、これはもう人口的に。なんで、じゃあどこで稼ぐかっていうと、もう外貨取ってくるしかないんで。うん、なんかもっとこうグローバルでやる人たちを増やさないといけないなっていうマインドがすごいあります。そのマクロ的な日本で見たときに。確かに。はい、その気持ちでいっぱいです。で、会社をその、まあ、19年末ぐらいから日本で作って、で、まあ、まだすごい事業これやろうっていうほど固まってなかったみたいな話だったと思うんですけど、はい、まあ、その、その後に、1年ぐらいかけてそのシンガポールに会社を立て直してやることも決めてっていう風に、はいはい、まあ、あとメンバーも変わったんですよね。だいぶ変わりましたね、はい、でこの辺はなんかこう、まあ、結果そうなったってことだと思うんですけど、なんかどういう心境の変化によってその、まあ、シンガポールでやろうってなっていったっていうのは。いや、一番、まあ、正直ベースでお伝えすると一番辛いのが税制です、ね。うん、
この我々は最終的にこの DAO って言われるディセントライズ・オートノマス・オーガニゼーションっていう分自立分散組織を目指していて、でビットコインの裏側に会社いないじゃないですか。それと一緒で我々も会社を最後清算してコミュニティ、もう僕もコミュニティのメンバーとしてブロックチェーンを運営していくっていう形にしたいんですね。でこれがパブリックブロックチェーンプロジェクトのエクジット、まあ、いわゆるエクジットに当たるのかなと思ってて、 IPO とか今までではなく DAO を作るっていうのが新しいエクジットになります。でそれをやりたいなと思ってたんですけど、このグローバルにもう本当に多分世界中にいるんですよ、そのプロダクトのトークンホルダーとか使ってくれる人たちが。でその人たちをインセンティバイズしてファシリテートするためにはトークンじゃないといけないんですよね。これは US ドルとかじゃダメなんですよ。なぜかというと US ドルなんてそのバンクアカウントに入らない人たちいっぱいいるからですね、世の中に。日本円でもダメなんですよね。でそう考えるとトークンが必要で、それを発行するっていうのが必要なんですけど、日本で発行すると税金がめちゃくちゃ高いんですよね。例えば1000億円のネットワークにアスターがなりますとなった時に、今日0円なんですけど、我々決算12月末で12月31日にバイナンスに上場させました。1000億円になりました。で日またいちゃうじゃないですか。でそしたらこの0から1000億円に対して税金があるんですよ、持ってるだけで。でそうすると来年我々が払わなくちゃいけない税金がだいたい150億円くらいになるっていう、いや無理だなっていう。これがだから VC のエクイティ資金調達で、で例えば1000億にしようか、1000億資金調達していれば、別にそこ自体に税金はかからないんだけれども、はい、今の日本法だと、まあ、トークン自体が、まあ、売上換算されてしまう可能性があって、そうですっていう話ですよね、はい、そうです。なんで株で言うと増資したから株を政府がよこせって言ってるような感じです。そうですよね、マジかみたいな。これは、まあ、多分僕らの、まあ、話で言うと、まあ、いつかそんなに遠くないタイミングで少し是正される可能性も十分にあると思うんですけども、なんかこう、ここがどうなっていくかの見通しが、別の時点で言うと短期的にはなかなか明言できないというか、ところは、はい、まあ、やっぱり課題ですよね。で、それはもう、あれですよね、じゃあ、そのトークン発行、まあ、この領域でやるっていうのは、トークン発行するっていうのを、なんか、こう、欠かすことはできないっていう判断は、まあ、かなり早めについていたっていう、まずことがあるわけですよね。で、そうしたときに、日本っていう枠組みがいいのかってなって、シンガポールに、まあ、移られている。はい、なるほど。その150億円だったら、エンジニア、それこそ数百人与えますからね。そうですね。勝ち目がないっていう、海外のプロジェクターみんなそうやってやってるんで、日本からやったら勝ち目がないっていう。で、これはその いつ頃から2020年の、はい、10月にシンガポールを作られていると。で、渡辺さん自身も移住しているんですよね。これが、はい、これが1月くらいですね。2021年、はい、で。そういう意味ではまだこの1年終わってないわけなんで、シンガポールに移ってから1年。そうですね。でも結構いろんなとこ行ってて、ドバイとかジョージアとか、この前までアメリカのサンフランシスコ、マイアミ、ニューヨークとか行って、結構その現地に行っていろんな人と会っているのはありますね。でもシンガポールって結構拠点としてすごい動きやすいんで、うん、空港ハブですし、空港から家まで15分くらいですし、そういった点では結構重宝してます。楽しいです。これもちょっと驚きがあるんですけど、そのなんかドバイに行ったらアメリカに行ったりって話があるんですけど、シンガポール拠点で、やっぱりその、はい、このズームとかがこうできる時代になっても、この実際にこう会いに行くみたいなことが大事っていうことでいいんですか？それはめちゃくちゃ大事で、ブロックチェーンっていわゆるトラストレスとかトラストフリーって言われる、まあ、信頼を必要としないプロトコルなんですけど、まあ、信頼が人間じゃなくてプロトコルにあるものなんですけど、うん、あくまでその多分ブロックチェーンでもビジネスとか調達資金調達とかは人なんで、最初最後に進むのは、うん、そう、対面で直接会うっていうのはめちゃくちゃ重要ですね。だからなんでトッププロジェクトの人たちはカンファレンスとか行くと、カンファレンスで登壇することが目的なんじゃなくて、カンファレンスに来てる人たちとこう話す、そこで新しい戦略とかまとめるのが目的になってますね、うん、そのカンファレンスの裏でなんかホテルとかで会議してとか。そうです、そうです、そういうことで。なんで僕もこの前ニューヨークの NFT のすごいでっかいカンファレンスがあったんですけど、チケットを持たずに行って、隣のスターバックスでみんな人を呼んだりとか呼ばれてずっとミーティングしてる。そしたら全部終わりました。逆にセッションみたいなものを、まあ、全然学びもあると思うんですけど、はい、そういうの以上にその個別のミーティングっていうのはすごい大事になってくるっていう。そうですね。場合によってはなんかセッションとかって YouTube で見れるんで、あ、はいはいはい、後でなんかそこを現地で見るメリットっていうのはまたまた特にないですね。なるほど。でもそのまあ、このトークンとかブロックチェーンの周りじゃなくても、そういう、こう、
なんだろう、カンファレンスとかみんなちょっと軽視してるっていうのはあるかもしれないですよね。でもそこで何かを決めてくるっていうスタンスで、じゃあ望んでる人がどれだけいるのかっていう。そうですね。あそこはお客さんなんじゃなくて、決めてくる場ですよね。うん。それはちなみになんかどこで学んだんですか？もうそういうもんだってなんかもう結構早く学べたんですか？グローバルのそのトッププロジェクトの人たち見てるとそれが当たり前なんで、結構なんかそこから勉強します、うん。人を見て学びました。なんか自分で発明したわけじゃなくて、あ、みんなそうしてるんだな、みたいな感じで学びましたね。あとなんかチームも分散化しちゃってるんで、なんか例えばカンファレンスで、はじめましてみたいな、あの対面で会うのはじめましてみたいな、いつも一緒に働いてるけど、あ、なるほど、そういう集合の場所とかにするんで。ああ、なるほど。あ、そういう意味では、その、そっか、まあ、ロシアだったりメンバーがいて、そこで会いましょうっていう形態もあり得るってことですね。その今20人くらいいるんですけど、あのアメリカ、ヨーロッパ、日本、中国、韓国とかシンガポールとか結構分散化しちゃってるんで、うん、なんか僕も今半分くらい直接会ったことないです。ああ、やってますけど毎日。その初めて会う場がなんかそのむしろなんか外部の人とかと会うカンファレンスみたいなとこだったり。あ、そうですそうですそうです。それはなんか今っていうかその、まあ、DAO的でもあるし、このコロナ以降の働き方をなんか表してますよね。はい、そうですよね。うん。グローバルで人材を採用するとそうなりますね。基本的にみんな対面で会ったことないっていう。で、あの、まあ、割と最後の方のトピックスにしたいなと思うんですけど、2021年前にシンガポール移住して、はい、このアスターネットワークスを、まあ、これコンセプト発表みたいなものをしたのはいつ頃ですか？もともとプラズムネットワークっていう名前で2年とか3年前から同じようなことは仕掛けてたんですけど、やっぱ最近、はい、あの世界で注目をしてもらってっていうのは6月くらいからですかね。ここはちなみに何をしたとか、あのそこに至るまであのアスターのコンセプトっていうのはなんか結構2点3点してここに至ってるのか、割ともうここをやろうっていうのは初期から決まってたんですか？ポルカドットが伸びるっていうのはもう思ってて、でそこで頑張って世界トップのプロトコルを作ろうっていうところは決まってましたね。で実際には1回だけピボットして、あのスケーリングソリューションをもともと作ってたんですけど、スマートコントラクトの、まあ、プラットフォームを作ろうっていう方向性が変わって、で実際にこのポルカドット結構これアンドリセンとかも言ってるんですけど、あの価格がこうグワッて伸びるのがすごいアテンションっていう意味ですごい大事で、新しいデベロッパーを引き込むのにすごい大事なん でポルカドットの価格が去年グワッて伸びたんですよ、うん、そのタイミングで我々があの結構主要なポジションに取れてたっていうのが大きいですね。なるほど。で6月っていうのは6月に合わせてあの なんか何をしたっていうのがあって、結構その話題を作れたっていうのはありますか？ポルカドットがあのしっかりローンチをして、それこそバイナンスとかでの取り扱いがこう始まったりとか、テストネットの開発がうまくいって始めたりとかしたのがそのタイミングです、ね。あ、そうか。じゃあそこに合わせてというか、そこに照準を合わせながらいろんなプロジェクトを推進してきたっていうことになる。そうですね、まあ、標準、まあ、難しいですよね。そのなんか福島さんとかも言ってましたけど、あの AX の福島さんとかも言ってましたけど、その勝ち続けるまで出るどれだけできるかみたいな、うん、タイミング読むって正確に読める人はこの世の中にいないんで、その来るタイミングまでいかに勝ち続けられるかとか、いいポジション取れ続けられるかみたいなのが結構重要で、それは結構意識してましたね。その今メンバーはその COO が日本人で、はい、あとは結構で20人のうちの3人が日本、4人か、4人が日本人で、3人が日本人ですね。あと外国人で、はい、その COO ってどんな人なのかなって気になるんですけど、これ日本人って言ってるじゃないですか。はいはい。なんか渡辺壮太氏であり、このまあ世界的なプロジェクトになり始めているアスターはのファウンダーは COO に何を求めるというか、どんな人なのか、どういうふうな。面白いですね。大学時代からの結構友達で、まあ、ビジネス関係なかった時からのこの知り合いとかシェアハウスとかも一緒にしてたんで、結構コミュニケーションコストがすごいかからなくてすごいいいやつで、すごい仕事できるような感じなんですけど、そうですね。でやっぱりいいやつでいるっていうのはすごい大事で、お互いにとって、そのやっぱり辛いことも嬉しいこともこうビジネスやったらあって、多分辛いことの方が9割とかなんで、その時になんかお互いどれだけリスペクトできて、その同じ目線に立って同じビジョンで話せるかとか、あの腹割って話せるかみたいなところが結構重要 でそういった点ではあの COO はすごいですね。あの僕アクセルしかついてないんで、うん、彼がブレーキです。お、
彼は同い年。同じ、1個下ですね。1個下。でも同じです。同じ学年です、大学で。同じ学年。大学も一緒、慶応の。大学、慶応で一緒です。1年生の時はしてます。でもそれじゃ関係性的にはもう。長いですね、もう。7年とかじゃないですか。はいはいはい。7、8年ですね。じゃやっぱりそういう、まあなんて言うんだろうか、兄弟で起業して、ストライプかなとかみたいになるような例もありますけれども、はい、そういうやっぱりな昔からの仲間を大事にしようっていうのはやっぱり一個あるっていう。スカイランドベンチャーズのこの周りの人たち、はい、結構若い人たちが多いんですけど、友達を大事にしようっていう。そうですね。古くからの友達ですね。そのビジネスやってからできる人じゃなくて、はい、なんか古くからの友達を大事にしようっていう。その数である人ないんですよ、質ですね。なるほど。で、あとそのアスターが、アスターの現在地をちょっと聞きたいんですけど、はいはい、アスターが正式にはその2022年ぐらいにもう少しこうステージが上がるみたいな話なんですけど、はい、まあ、6月に発表して、で、そのトークンのそのセールみたいなものは、なんか何回かに分けてなのかしますよね。で、今、はい、そうですね。時価総額で言うと、時価総額をこう、マーケットでのバリューでしかないんですけど、はい、その結構そのポルカドットの中で主要な VC がこう試算するに大体3000億円くらいかなみたいなことは言われてますね。うんうん、で、多分2000億円から3000億円くらいのバリューだとは思います。ただなんか、バリューですとは言い切ることはもちろんできないんですけど、上場しないんで。なるほど。はい。で、この前ポルカドットに世界で3番目に、4週間で10万人くらいの人たちが450億円くらいのドットトークンをこうロックしてくれて、まあ、デポジットしてくれて、うん、で接続できたんですけど、で12月の18日にこのポルカドットっていうのに、まあ、ソフトローンチというかつながることはつながります。ただ、うん、実際に使える状態になるのは多分1月の2週目とかになるだろうなと思ってて、ここから今バイナンスとか OKEX とかホービーとかにバックアップされてるんですけど、投資してもらってるんですけど、そういう人たちと今後話して、しっかりリスティングを成功させるっていうところと、あと技術的にも開発を来年しっかりやるっていうのが重要ですね。あと資金調達は今 SAFT っていうシンプルアグリーメントフォーフューチャートークっていう政府のトークン版でやってて、政府は Y コンビネーターの政府ですね。そうです。そうです。1回目はバイナンスとかがリードしてくれてやったんですけど、今実はもう1個やってて、1月に結構大型の発表ができると思います。お結構いい感じです。で、まあ、これちょっと事前に聞いたんですけど、そのいわゆるこう VC ファイナンスとトークンファイナンスをこう混ぜ合わせてる会社も、まあ、グローバルでは結構あるわけだったりとか、そのおそらくその長く昔からやってきた会社がそういうトークンやっていこうとなると、その両方なっちゃうっていうのもあると思うんで、はい、その渡辺君のところは、まあ、日本で始めたときは VC がいたんだけど、今はもうトークンのファイナンスのみにこう移行したというか、その価値を移したっていうふうに、はい、ことですよね。そうです。で、理由としては、株式会社のこの株価の源泉って、マーケットでのシェアとか、まあ、独占とか、で、意思決定の仕組みって基本的に中央集権じゃないですか。うん、株主総会だけで決まるみたいな。まあ、ブロックチェーン界隈から見るとだけで決まるんですけど、うんうん、ブロックチェーンとかパブリックブロックチェーンの方は価値の源泉って分散なんですよね、うん、ネットワークがどれだけ分散しててどれだけ使われてるかみたいな。なんで自分たちのポーション株トークンのポーションは最終的にゼロにするんですね、うん、でコミュニティの人たちと一緒にトークンホルダーで決めるっていう。なんでこの分散と集権で結構方向性が違うんですよね、うん、で株価はめっちゃ上がってるけどトークンの価値下がってるとか、トークンの価値爆上がりしてるけど株価下がってるとか上がってないとか、ここでステークホルダーに対してこうインセンティブの不一致が起こっちゃうんで、うん、僕は、まあ、今後やる人がいるのであればどっちか綺麗にどっちかに分けた方がいいだろうなっていうのを思ってます。なんですね。でこれはその議決権を例えばなるべく多く持っていた方がベンチャーファイナンス上はいい、例えば社長がとかですよね、ファウンダーが、はい、ファウンダーでしょ。はい、でトークファイナンスだと、まあ、本当にファウンダーとかの持ち分ではなくて、もうユーザーだったりに幅広く持ってもらうっていう思想感で物事が動いているから、考え方が真逆であるっていうことなんですよね。そうです。考え方が真逆で、最終的にそのトークンプロダクトの最終形ってこの DAO っていう形で、自分たちの会社が関与しなくてもこう回り続ける、まあ、ビットコインみたいなもんなんで、自分たちのポーションをどれだけ減らして分散化させることができるかっていうのが市場命題ですね。なんですね。
まあ、ここはちょっと事前の打ち合わせも少し話したんですけど、その、まあ、僕はまあ、いろんな成り立ちの会社があるなっていうのもその周りで見てて思うのところがあるんで、そういうこう VC ファイナンスは、例えば上場した後に例えば株価を株メルカリが好きな人とかでも、別にメルカリのユーザーエコシステムに投資してるっていうよりも、メルカリのもう本当に事業数値の成長にこう株式投資してるっていう人たちだったりがするっていうのと、多分トークンを持ってる人っていうのはもうこのメルカリの本当にピュアユーザーだったり、そこで何かが行われるってことに対して興味がしたから、なんか両立する世界線もそれはそれで僕はなんかあるんじゃないかとかを最近いろんな人と議論した時にあって、まあ、なんでこれはなんかいろんなケーススタディがこれから出てきそうっていうことなのかなっていうのを、うん、そうですね、まあ、どっちがいいとかの段階ではないんで、なんか哲学持ってファウンダーが選んでるのであればいいのかなと思います。うん、明確に違うのはその Web3 とかの文脈ですごい新しい概念、やっぱりオウンっていうその保有の概念だと思ってて、そのインターネットとかブロックチェーンのプロトコルのトークンを保有しているだけで、そのプロトコル自体の一部になれてるわけですね。うん、で、やっぱりその一部になってるオウンとかの概念が、その既存の株とかと結構違うかなと思ってて、じゃあなんか株を持ってるけど、じゃあ例えばメルカリの株を持ってるけど、メルカリのプロダクトそれ自体の一部になれてるのかっていうと、うん、必ずしもダイレクトにそういうわけではないと思うんで、いや、むしろ遠いですよね。はい。現状の株式の仕組みっていうのは。そうですね。なんで、メルカリのプロダクト自体に意見はまあできるけど、基本的に決めていくのは社員の人たちじゃないですか。そうですね。はい。なんかそこがもうちょっと近くなってるイメージですね、ブロックチェーンだと。そこで言うと、僕がなんかベンチャーファイナンスにこう今後も結構長いこと生き残ると思っているポイントは、まさにその社員とか経営幹部とのアクセサビリティが、未上場のベンチャーキャピタルはあると思うんですよ。うん、で、ただ機関投資家が、じゃあメルカリのトップ5まで全員会いたいですとかって言っても、うん、別にその、うん、メルカリ側はその全員合わせるほどリソースをその全投資家に出せないから、そうですね。そこをつなげないと思うんですよね。でも、実際その、多分渡辺さんが普段やってることって、じゃあまあ、ポルカドットのなんか上位5番目まで、それぞれとなんか話をして、何が行われるべきなのかとかっていう、まあ、ある意味、その業界のインサイダー的な役割を担ってらっしゃると思っていて、そういうことが多分こうできると、そういうベンチャーファイナンスっていうのはやっぱりこう結構長いこと意味がある存在になり続けられるんじゃないかなっていうのを最近考えたりしますね。うん、そうですね。なんでそこにアクセスすることと、やっぱりそのまあムーブメントの一部になるっていうのはすごい重要ですね。インサイダーになるっていうのが。わかりました。あと、Web3 っていうマーケットは2010、はい、まあ、マーケット言葉じゃ2015年からあるという話だったんですけど、はい、まあ、自分でいざやってみて、なんかこの Web3 にチャレンジすることのその、まあ、良さとか、ダイナミズムみたいので、はい、まあ、冒頭でも語ってもらってると思うんですけど、はい、なんか振り返って何かこう、これから起業したりとか、こういう領域に興味ありますっていう人になんか伝えてみたいとか、話しておきたいってことがありますか？あ、わかりました。それは言いたいですね。スカイランドベンチャーズさんにこうカスタマイズすると、多分結構、ね、マスターさんの周りの人たちって若い人たちが多いと思うんですよね、はい、比較的。で、そうすると、やっぱり、僕も、まあ、一応若いと思ってるんですけど、自分で。やっぱり Web3 とかクリプトっていうのが、本当にインターネットのフロンティアですね。で、ここにスピードがものすごく速くて、毎日毎日毎日、本当に新しい事業領域とか、新しいチャンスがこうありふれてるような。領域なんと思うんですね、グローバルで見ると。で、インターネットって僕すごい好きなんですけど、うん、ちょっと世代が今の若い人よりももう一個前の世代の人たちがやっぱ主戦場だったというか、まあ、メインだったんじゃないかなと思っていて、1個上の世代とか2個上の世代の人たちはそれこそインターネットで、まあ、ラブな人が多くて、そこでいろんなサービス作って成功してた方々なんですけど、そういう人たちがいる領域で新しく入る人たちがその人以上にできるかとか、その人と同等にこうプロダクトを作っていけるかっていった意味で結構競争率すごい高いんですよね、うんうん、結構領域としても世の中便利になっちゃってるんで、やられ尽くしてる感は少しあるんですね、その旗から見てて。違うのかもしれないんですけど、いえいえ、クリプトとか Web3 は結構新しい領域なんで、あ、ごめんなさい、クリプトとか Web3 は結構新しい領域なんで、ここに若い人たちは別途した方が僕はいいかなと思いますね、うん、そのやりやすさとか、なんか勝ちやすさって意味ではそう思います。なるほど。でもこれはこの途中でもあったかと思うんですけど、なんか、まあ、メタマスクだったり、いろんなその
Web3 のツール自体ってまだまだなんかこれ絶対進化するだろうねっていうものが多いですから、うんうん、なんかそこを一つ一つそのこう作っていくっていうのにこう、まあ、熱意を持っていたりとか、まあ、例えばあのアクシーインフィニティとかも有名になりましたけど、ブロックチェーンゲームとかも別にもっと面白いものを作れるっていうのが一つのその企業モチベーションとか事業アイデアとかの源泉になれるマーケットとしては大きいですよね。大きいですね、うん、でやっぱりそのグローバルでやるっていうところと、その結構情熱をこう形にしやすくなったみたいな多分あると思いますね。まだそのしがらみが少ないので、本当にじゃあ国を選ばずに出てって本当に情熱持ってやれば、まあ、できるような環境がクリプトには今ありますね。わかりました。めちゃくちゃ楽しかったです。あと割と僕はねちゃんと話すの初めてじゃないですか。でもこんだけこうなんか、はいはい、まあ正直楽しく話させてもらったっていうのもあるんですけど、これはなんかこの、まあ、渡辺くんのキャラクターもあると思うんですけど、この Web3 にチャレンジしてる、まあ、日本人なのか、まあ、グローバルな人って、はい、このぐらいなんかオープンネスな人というかオープンな人が多いんですか、はい、どういうふうに。いや、オープンな人多いですよ。はい、あのブロックチェーンそれ自体が結構パーミッションレスでオープンなんで。あ、確かにそうです、ね。結構そこに惹かれて入ってくる人たちって結構性格オープンだと思います。その人見知りいっぱいいますけどね。そのはい、なんですけど、結構オープンな人たち多いんで、全然僕もなんか DM とかもらえなんかやっぱり一見し、その、例えば僕はインターネット文脈で結構仕事してきたんで、はい、そのこういう Web3 っていうのはちょっとなインターネットからのもちろんその流れもあるんだけれども、はい、ちょっとホップに最近感じあとかちょっと前からそのクリプトの領域って別に投資テーマとしてもあったけれども、少しその小難しい領域のような感じが増してたけど、まあ、そのなんかこういうオープンな感覚があるともっと入るような人、早めに入れた人はいたような気がしていて、はい、そこがあれですよね。すごい今回こう非常に面白かったなっていう。日本だとやっぱりそのクリプトとか暗号資産っていうのがあんまりいい受け方をしなかったので、なんかそういうのもあると思ってても本当の本質を見ればそれこそアンドリーセンとか多分セコイアとかが見てる世界観はインターネットの本当にフロンティアなんですよね。でピーター・ティールとかイーロン・マスクとか、まあ、最近ザッカーバーグとかあとマーク・アンドリーセンとかベン・ホロビッツが全張りじゃないですけど、まあ、ジャック同士は全張りですね。とかががっつりやってるのって、多分この Web1、Web を一番最初に作った人たちの思想でがつながってるからだと思うんですよ。うん、で、Web2 はこうドミネートされてるような Web ですけど、別にみんなこれを作りたくて作ってきたわけっていうよりかは、この経済的なインセンティブとか技術の成熟度に従ってこうなってしまったって感じだと思うんで、うん、彼らが今 Web3 をこう投資してたりとか見てるのは、やっぱり Web1 で本当にやりたかった人々のための Web を作るっていうことがブロックチェーンを使うとできるからだと思いますね。で、そういった点でインターネットの新しいフロンティアになると思ってますし、なんかそういう見方をする人が増えれば、まあなんか暗号資産って怪しいよねとか、ブロックチェーンってなんかハッキングされるんでしょみたいな、されないんですけど、そういうなんか印象論が少なくなるのかなと思います。わかりました。じゃあまあ、今回その、まあ、Web3 に多分こう、まあ、今回のセッションを聞いて入っていこうっていう人もおそらく出るのかなというふうに思ってますんで、まあ、そういう人は、はい、まあ、ぜひ投資を僕らもさせてもらいたいと思いますし、まあ、とにかく、まあ、応援したいっていうか、この業界自体をエコシステムの一つを作っていくっていう気概で僕らも取り組みたいと思ってるんで、これからもぜひよろしくお願いします。はい、あ、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは、今回ありがとうございました。渡辺、ありがとうございます。テクノロジーの渡辺聡太さん来てもらいました。よろしくありがとうございました。ありがとうございます。